パウル・レーベパウル・レーベは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党に所属し、バイマル共和政下で国会議長を務めた。ドイツ帝国両方プロイセン王国の主霊事演習リーグニッツに、大工の息子として生まれる。小学校を卒業後、リーグニッツでタイピストとしての訓練を受け、1890年代には、ブレスラウの印刷場で働いた。1895年に、 ドイツ社会民主党に入党。1898年にはドイツ、帝国両方作戦バイマルアイゼナ派大公国のイルメナウに社民党支部を創設した。1899年から1920年にかけてはブレスラウアー・フォルクスバハとガミの主筆となる。彼は政府に批判的な言論活動をしたため、しばしば投獄を受けた。例えば三党級三政権制度のような、 不平等選挙制度の撤廃を求める言論である。1901年に、クララ・シャラーと結婚した。肺を患っていたため、第一次世界大戦には従軍しなかった。1904年から1919 19年まで、ブレスラウの主協議会のメンバーとなる。1915年から1920年にかけては、主ジ次ン衆議会の議員となる。アリスティード、ブリアン、エドバルド、ベンレシュ、 イグナーツ・ザイペル、コンラート・アデナウアーラと共に反ヨーロッパ運動を指導し、戦艦期には国際反ヨーロッパ連合ドイツ支部の部長に就任した。一貫してポーランドとの融和を求めた。1920年からドイツ国会の議員となる。1920年から1924年までと1925年から1932年までの間の2期にわたって、 国会議長を務めている。ナチ党の権力掌握後、1933年7月に、ベルリンのアレクサンダー・広場刑務所やシュパンダウ刑務所に送られた。さらに1933年8月半ばには、ブレスラウ・デュルモイ強制収容所に移送された。1933年12月にアレクサンダー・広場刑務所へ戻された。釈放後には、 バルターでクロイター出版社に勤務した。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件後にカールゲルデラーと接触したとされて再び逮捕された。戦後、1945年にダス・フォルクが見に勤務。また、テレグラフの共同出版社となった。1948年に アメリカ、イギリス、フランスの占領地域において発足したドイツの新しい憲法を定めるための議会会議の議員となる。社民党議員団の中では副団長の立場にあった。そのまま1949年から1953年にかけてドイツ連邦議会の議員を務めた。連邦議会議員の中では彼が最年長者だった。1951年に ドイツ連邦共和国功労勲章第十次章の叙勲を受けた。1955年にはベルリン名誉市民となった。現在、ベルリンの連邦議会の議員が勤務する建物にパウル・レーベの名が冠されている。ありがとうございます。